吉川英氏、三国志、新道の巻、小児病患者、一、粛清の嵐、血の清掃もひとまず済んだ。制風とかを払って、ほっとしたのは曹操よりも民衆であったろう。曹操は、 何事もなかったような顔をしている彼の胸にはもう昨日の苦みも酸味もない明日への百景にふけるばかりだった「純幾まだ片付かんものが残っておるなしかも大物だ清涼の馬頭と徐州の玄徳でしょうそれだ両名とも、 登場の偽名に連般し、世に対して半身歴々たる者ども、何とかせねばなるまい。もたより捨て置かれません。まず、措置の検索を聞こう。由来、聖涼の周兵は猛起盛んです。軽々しくは当たれません。玄徳もまた、助州の用地を占め、 可否、勝敗の城と気迫の備えを持ちこれも小勢力ながら簡単に征伐はできないこと思われまするそう難しく考えたらいずれの敵にせよ皆相当なものだからどっちへも手は出まい河北の炎章なくんば憂いはありませんが炎章の国境軍は果実来、らい関東の辺りに いいよよよ増強されておるようです上昇の大敵は何といっても彼で彼こそ今上昇と天下を争うものでしょうだからその手足たる玄徳を先に女子上攻めようと思うのだがいやいやめったに今この巨頭を手薄にはできませんそれよりは還元をもって まず、清涼のバトをみやこび寄せ、あざむいてこれを殺し。次に玄徳へも、おもむろにコ術を施して、その英気をそい。一面、流言の法を行って、彼と遠賞との間を再議せしめるをもって、万全の刑と私は考えます。血と悠長すぎる。あかりごとちなれば、あかりごと変ず、その間に、 また C の情勢が変わってこよう。それに応じてまた中途からはがりごとを変えたりするのは芸の下作ではないか。曹操はどこまでも玄徳を先に討とうと望んでいるらしい。玄徳に対しては一頃熱愛を傾けて交わっていただけに、反動的な感情が今は込み上げている。 国事に関する対策にでもどうしても幾分かの感情を交えないでいられないのは曹操の特質であった防御の部屋を閉じて2人が抗議しているところへちょうど各下が入ってきた各下もまた曹操が信頼しているいばくの一人であるいいところへ来たそなたはどう思うか 各家は即答した。それは一気に玄徳を討伐してしまうに限ります。なぜなら玄徳はまだ助手を治めても歳月は浅いので、衆民の心は掴み切れておらない。また遠征は規制ばかり挙げているが、部下の伝法、心配、許有などの了承も皆一致を書き、加うるに、 炎章自身の優柔不断。なんで新作の兵を動かせましょうや。その説は自分の志望と合致したので、曹操は立ちどころに決心して、軍艦、参謀、各司令、領食、輸送などの各司令を一堂に呼び集め。兵二十万を整え、五部隊に分かち、三道より助手へ攻め下れ。 と軍令を発した諸大将の兵馬はたちまち助衆へ向かった「早くもこのことは伝播して助衆へ伝わってゆく」「真っ先にそれを早耳に入れた者は孫権であった」「下避の城にある関羽のところへ急を告げその足ですぐ玄徳の方へ馬を飛ばした」 玄徳は勝敗の城にいる。彼の驚愕も一通りでない決勝の肘露見して国旗以下の会えないご最後いずれは書くあろうかとも覚悟していたが遠征へ書簡を押したためなさいましそれを携えて河北の救援を求めに参りましょうそれしか方法はありません 尊権は玄徳の一生を受けて再び駒の背に伏し河北へ向かってよう日についで急いでいた尊権は紀州へ着いたまず遠家の重臣蓮舫を訪れて彼の圧っのもとに次の日大城へ導かれて 炎章に謁見したどうしたのか炎章は痛く憔悴していて遺憾も正していない蓮舫は驚いて「どうなさいましたか!と」と怪しんで問うた炎章は言葉にも力がなく「わしはよくよく子供運が悪いと見える。 次女はたくさんあるが、皆出来が良くない。一人、第五難だけはまだ幼いが、天聖の光が見え、末頼もしく思っていたところ、なんたれことじゃ。この頃また、階層を病んで、命も危うい容体になってしもうた。財宝、万家、何一つ不足というものはないが、 老いの寿命と子孫ばかりは、どうにもならぬものである。他国の使者が、貯律しているのも忘れて、炎章は、ただこの病を嘆いてばかりいた。蓮舫も慰めかねて、それはどうも、と、しばらく要件を言い出しかねていたが、やがて、 一点の気を和中に掴んで。時に今、絶好な頼りを手にしました。それは、これによる劉玄徳の信が、早生まれ告げに来たことですが。と、炎章の英気を励まし。曹操は今、大軍を率いて、助手へ向かっているとあります。出場とかは手薄とならざるを得ません。 我が君、この時に立たれて、天気に応じ、今日ついて、一斉に都へ攻め入りたまうは、必勝は火を見るよりも明らかであり、神は天使を助け、死は万民の対抗と、放火されるでありましょう。ほう。炎章の返事は、依然、生ぬるい。 どこか放けた面持ちしか見えない。殿方は名を解いて。ことわざにも天のアタウルを取らざらば、かえって天のそがめを浮く、と言います。いかがです天下は今、進んで我が君の小中に転げ込もうとしていますが。いや、それもよいが。 炎症は重たげに頭を振ってそれに答えた。なんとなく今は心がすまん。わしの心が楽しまねば自然戦っても理があるまい。どうしてですかご難の病気が気がかりでの。夢も泣いてばかりいて一晩中よう眠りもせなんだ。 お子様のご病気は医者と女に任せておかれたらどうですか玉を失ってから食いても呼ぶまい。措置は我が子が瀕死の日でも狩りの友が誘いに来たら共に家を出るか伝法は黙ってしまった。熱心に指示してくれた伝方の行為は深く心に射していたが、孫健もつらつら炎症の人物と 今日の様子を眺めて、これ以上強いるのは無益と諦めてしまった。で、蓮舫の目へ目頭で合図しながら退出しようとすると、炎章も少し悪い気がしたと見えて、立ち返ったら龍玄徳へはよろしく伝えてくれい。そしてもし、 曹操の大軍に支えがたく、女子も捨てるのほかないような場合になったら、いつでも我が騎士へ頼って参られるがよいとな。くれぐれ悪く思わないように。と、重ねていった。縄文を退出してから、伝法は足ずりして、惜しい実に惜しい勝利の病気ぐらいに連々として、 ついに天気を見逃すとはと長短した孫賢は馬を求めて「いやどうもいろいろお世話になりましたいずれまたそのうちに」と反日の猶予もしていられない身すぐ鞭を打って助手へ引き返した